マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、新マスオのマインクラフトやっていきたいと思います。魔法の方でーす。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。はい、で今回はですね、最終回かもしれません。こちらですね、このね、アルスマギカの本のこちら、エンダーガーディアンですね。エルダーガーディアンじゃないです。よくコメントでエルダーガーディアンの間違いじゃないのって言われますけど、エンダーガーディアンに挑戦していきたいと思います。はい、こちらのね、非常に悪そうなね、こいつを倒しに行くんですけど、はい、でこいつのね、出し方、あの召喚の仕方などなどね、本当はね、動画でやりたかったんですけど、実はですね、前回ですね、エンダーガーディアンね、出現させました。出したんですよ、僕戦いに挑みましたと。残念ながら負けちゃって、しかもね、それね、記録できなくてバグってね、消えてしまったんですね。はい、だからもうジエンドにそのガーディアンがいる状態なんです、実は。はい、だからそのいるやつを今からね、倒しに行きます。これ倒したら一応ね、あのガーディアン系もう全部終了なんですよね。はい、でここに来ます。ここはあの魔法じゃなくて、このアングリーエンダードラゴンのところの入り口です。はい、ここの中に入るともう何、エンダーガーディアンがいる状態なんです。まあちゃんと倒せたら、倒した後にね、召喚の仕方を軽くこうおさらいしようかなと思ってます。はい、で魔法はですね、こちらフライトの魔法、そして回復の魔法、サンダーの魔法、そしてこれがね、ブリザードですね。ブリザードっていうあのシルバースキルの魔法、そしてこれがエリアオブエフェクト、あの、ま、あの火の魔法ですね。これが普通のファイヤーで、ちょっとこういったね、魔法を使って攻撃していきたいと思います。ではこれでアルスマギカのボス全部倒します。いくぞー。うわー、もうバグるなよ、マジで。バグるのには実は理由があるんですけど。はい、ということで、来ました、こちらの世界に。こちらがね、エンドでございます。アングリーエンダードラゴンに、ぐちゃぐちゃにこのね、世界をされまして、このような形でデコボコになってるんですよ。そして、ほら、見えますか？エンダーガーディアンって書いてあるの分かりますでしょうか？ここで実はね、召喚したんですよ。ここでブラックオーレムを真ん中にして、この四方をね、火にして、でそこにエンダーアイとエンダーエッセンスを投げ込むというね、そういうやり方なんですけど、どこだ？でね、これエンダーガーディアンが奈落へ落ちてしまうと、落ちるんですよ、やつアホだから。落ちてしまうと実はね、その時点でね、なんかバグるんですよね。あのアングリーエンダードラゴンが完全にね、穴開けすぎちゃって。どこだ、でもどこだ、どこだ、下穴開きすぎなんですよ。どこだ、おお、いた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 、あれがエンダーガーディアンです。おお、来た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 、上に上がってこい。落ちたらあいつダメだから、上に上がってこい。来い、おい、痛い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 、そうだそうだ、上に上がってこい、こっちに来るんだ。どこだ、おい、痛い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 、へえ、カモン、おお、来た、ワープしてくる、ワープしてくる、そうだ、こっちに来い。おお、おお、めっちゃ来てる、エンダードラゴン、エンダー、あー、やった、こっちまで来たよ。じゃあこのエリアオブエフェクト、魔法の、お前らはこれだ。どこだどこだ、すぐねワープしてくるからね。あれ、どこに行っちゃった、あ、いた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 。まあ普通にね、魔法でね、あいつね、うわ、いた、え、効かないんですけど。ででででででで、であれ前攻撃効いたのにな。よし、ノックバックの火で攻撃だ。
あれどっか行ってしまった。ちょっとブリザードでこいつら倒しましょう。はい、おら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 、よし、魔法だ。おわ、来た、食らってるね、食らってるね。よし、おわ、来た。ダメだ、あいつこっちに来い。あ、落ちちゃった、落ちちゃった。あー、落ちちゃった。これバグるパターンだわ。来い。あー、これバグります。皆さん、これバグります。エンダードラゴンが、エンダーガーディアンが落ちるとバグります。おそらくこれからバグるんじゃないでしょうか。ほら、バグりました。はい、というような形でね、前回もね、やりました。これね、落ちちゃうのがね、また大変なんですよ。よし、復活。はい、今戻りました。で、このバグった後はすぐ魔法使えないんですよ。だからこの時にもし枠外にいたら死んでしまうという。魔法が使えない。あ、使えるようになった。このぐらいの時間かけてね、ようやく魔法使えるようになるんですけど、で、一度落ちてしまったエンダーガーディアンなんですけど、おそらくね、どっかにいると思われます。どこかにいるはずなんだよな。前回は、下でやられました。あ、いた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 。発見！ここがあいつの復活の地点なんですね。攻撃！お、食らった。おお！へい！はい、これでどうだ？お！すげえ！びっくりした。移動使われたんだ。位置変更使われた、今。びっくりしたー。遠くから狙ってるだけじゃダメってことなんだ。いやー、これはすごい相手だわ、やっぱり。おーっと、へい、おわ、跳ね返してきた。おっしゃ、どうだ。おー、来た。やばいやばい、こっちに来い。こっちじゃなきゃ、落ちたらお前またバグ。おー、強い攻撃してきた。やばい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 。今はね、魔法使えない状態に陥ってしまった。やばい。これね、魔封じをね、相手ね、かけてくるんですね。このようにね、ちょっと強い感じ。ちょっとここで回復しましょう。よし、危ない危ない危ない。炎上、炎上、炎上。よし、いった。あと19、来た。どこだどこだどこだ。サンダー。あー、落ちるな。あ、よかったよかったよかった。来た。よし、あと11。えい、あと10ぐらいか。もう終わり。これアルスマン機械が終わり。よし、あと1、あと1。そして終了だ。このファイヤーで終了だ。ゴー、いけい。あ、3、いけ、1。やったー、しました。インフィニティオブエンダーエッセンスイエローハートなどなどゲット。最後炎上で燃えちゃったからダメだったのかな。はい、ということで倒せた。やったー、やっと倒せた。強かった。はい、ということでエンダーガーディアン、ついに倒せました。もうね、強すぎてね、わけわかんないレベルでしたけど、やっぱりネットで調べてもマインクラフトの中でもかなりね、強すぎてダメなんじゃないっていうね、そういう意見もある、そんな敵でした。ちなみに、はい、こちら。これが、召喚のね、場所でした。いていていて、燃えてた、燃えちゃった。はい、ここでね、召喚します。じゃあ、家に帰りましょう。
せーの、ポン。やったー、倒せたー、嬉しい。はい、ということでお家に帰ってまいりました。一応ね、これでアルスマギカ僕全部倒しましたよね。はい、全部倒しました。あれ、なんでだろう、魔法が使えない。どうして、お、え、魔法が使えなくなってる、これもしかして魔法が使えなくなってるし、魔法のこの能力全部失われてしまいました。これジャンプが普通でしょ。そんなことってあるの、ここまでやってきたのに。ほら、魔法がもうなくなっちゃった。はい、ということでですね、新マスオのマインクラフトはアルスマギカ、こちらで一度締めさせていただきたいと思います。何よりね、魔法が一切使えなくなってしまったっていうのがね、大きい要因ですね。ちょっともう一度だけ本と額縁で魔法を解放できるかだけちょっと試してみましょうか。これで解放できなかったらもう完全に終わりなんですけど、やばい、ここのここのエリアがね、すべて魔法によって外に出られるようにしてたんで、魔法の効力も消えて普通のジャンプしかできなくなってるんですね。よし、あっちまで行くのも大変だ、魔法使えないと。あったあった、この泉で最初のように魔法を解放できるのかちょっと試してみましょう。では行きます。一番最初、これがね、マスオのマインクラフトの一番最初でした。ここに本を置くことで魔法が解放される。お、解放されましたが、あ、またレベル1からのスタートになりましたね。これレベル1からの魔法のスタート、おー、エンダーガーディアンを倒すとまたね、初期化されるみたいです。レベルが、魔法もう使えねえ。この空を飛ぶ魔法とかね、このマナをすごく大量消費するんで使えないんですけど、すごい、また一からスタート、こうやってしてくださいっていうね、そういうことみたいです。よし、よし。ちなみにこちらのオキュラスも使えるのかな。うわ、オキュラスも一番最初からになってる。いや、これは勘弁だわ。はい、ということでですね、これは最終回にふさわしいんじゃないでしょうか。ということで皆さん、新マスオのマインクラフトを長い間ね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。これね、バージョン、マインクラフトバージョン 1.64 で、このアルスマギカやってたんですけど、1.72 でもね、今はね、アルスマギカのマインクラフトできるみたいなんで、もし興味が湧いた方はぜひやってみてください。で、このね、モッドをごちゃごちゃしちゃってね、いろいろちょっとわかりづらかったんで、またね、今度もしモッドやるときは一つ一つわかりやすくできたら本当にやりたいなとは思うんですけど、はい。で、ただいまの、マインクラフトは、進撃の巨人と、普通のマインクラフト、そしてスカイブロック、ちょっとね、スカイブロックがね、ちょっとある理由で、なかなか更新できてないんですけど、またね、そちらの方のシリーズをぜひ見ていただけたらなと思います。ということで、今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また、魔法のモッドやるときは、よろしくお願いいたしまーす。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。